はい、どうもこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトルディオブランド編究極、こちらのフロア8ですね、最終フロア攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。では BT 見ていきましょう。まずはリーダー、赤ジョーザーですね。時計、ムーブブースト、ラッシュ、得意属性をつけてます。ダブルジョーカーには、ファイアボムをつけてます。続いてコウタロウですね。トレードパワー、シルバーフェイク、ハイコン、ナオスをつけてます。そしてリーバスですね。やかましい進化する波紋、パパとママをつけてます。スタンバイには、緑花太のですね、スタンバイブースト、安心なだけでして、やよサインだったねをつけてます。花太郎は出ることはないですかね。リンクスキルはリサリサ先生をつけてます。そしてフレンドはジョナサンですね。タワージョナサンとジョナサンですね、つけていきます。では参ります。最終フロアね、意外と難易度が低い感じですかね。まあそうでもないかな。やっぱり上座があるおかげなのかなとは思いますね。さあ、まずは、リンパスで波紋使いを強くします。ゲージをね、もう満タンにしましょう。さあ、今度は CS です。 CS を使っていきます。はい、倒しました。そしてジョナサンが落ちてきて、何をするだでコンビニを仕掛けていきます。しかし D パスがかかっておるおかげでそこまでダメージはないですね。さあ、リズムが降ってきました。リオが降ってきました。ここも殴っていきます。一発ミスりましたね。さあ、続いても降ってきます。ジョナサンが降ってきます。一体一体なので確実にね、倒しておきましょう。 CS ですね。ここのジョナサンは CS 十分です。さあ、降ってきました。焼き火をですね、ここでね、本来は、同僚がね、降ってきてくれてもいいはずなんですが、焼き火をしか降ってこないです。私は未だに能動です。焼き火をもね、ドロップしてくれたらよかったんですけどね、ドロップしません。さあ、第2ラウンドですね。第2ラウンド行きましょう。第2ラウンドもやることは同じです。まず最初にリーバスですね。リーバスを仕掛けて、強くしておいてゼペリをね、退治しておきましょう。ここで産物が伸びました。産物が乗ったところでカエルを CS で倒していきましょう。しかし強いの強いので残ってしまうという感じですね。 HP が高すぎですね。さあ、倒せました。続いて第3ラウンドですね。第3ラウンドも初手はね、もうやることは一緒です。 D パスです。 D パスオーバードライブです。さあ、そして奥安に対して攻撃していきます。奥安、ジョスケ、どちらでもいいですね。一周してくれてます。産物じゃないですね、得意属性が乗りましたので、これで OK です。そして状態異常もなくなるので、10分の1も怖くありません。さあ、今度は、エリアスキルにちょっとかかってる気がしますが、関係なく、完全に入っちゃった。
これはどうだ、大丈夫ですね、大丈夫でした。はい、良かったです。そして降ってきたジョセフですね。ジョセフが満タンだったら、ゲージが満タンだったら動いてきたんですけど、私の場合ギリギリですね、ギリギリ残っているので満タンにならない感じなので良かったです。さあ、リサリサ先生にまずは当てて、もう得意が乗っているので倒せます。南部得意、15じゃなくても大丈夫です。さあ、第4ラウンドですね。第4ラウンド行きましょう。さあ、ここで誰が神化されるか、ジョナサンですね、大丈夫です。そしてディーパスです。やることは最初は一緒です。そして毒矢乗せなくても大丈夫です。ジョーザー CS です。はい、どうしました。続いてはマニッシュボーイが暗黒空間をしてますけども、暗黒空間じゃないですね、パラレルワールドですね、してますけど CS 禁止してますけど大丈夫です。アイテム破壊したらそれで大丈夫です。さあ、ここはね、カウンターにね、なるべく当たらないようにしながら CSS 誰でもいいです。杭が乗ってるので大丈夫です。はい、4ラウンドクリアですね。さあ、そして最終ラウンド5ラウンドですね。はい、相変わらずディーパスです。ディーパスで仕込んでいきます。さあ、いきましょう。アタックも強くなったのでいきます。さあ、いきましょう。ディオがね、仕掛けてきますけども大丈夫です。ディーパスのおかげで防御力も高くなっているので、はい、楽に進めるはずです。本当にね、即死状態だったのでどうにかならないかなっていう感じだったんですけども大丈夫です。さあ、今度は一応 CS を仕掛けておきます。しなくてもいいんですけどね、まあ、いろいろと面倒だったので CS 仕掛けます。倒しきれないのでね、どうしようもないです。さあ、今度はラッシュで、タコ殴りです。はい、無事倒せました。はい、無事クリアすることができました。ありがとうございます。なんとか登場できましたね、よかったです。お、レベルが上がりましたね。はい、無事落ちないですね。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またどっかの動画でお会いいたしましょう。では、ラストボタン。